駅東側の踏切から構内を西望。電車は右から南大阪線下り、南大阪線上り、五所線を同じ踏切から逃亡。左の副線が南大阪線、右へ急カーブしているのが五所線尺度駅は奈良県葛城市赤土にある近畿日本鉄道の駅。駅番号は南大阪線が F23, 五所線が P23. 島式2面4線のホームを持つ、対比可能な京城駅で、改札口は1カ所のみ。南大阪線と五所線は、方向別でホームを共有している。ホーム有校長は8両分。古市寄りに引き上線があり、五所線の線内折り返し列車のほか、ラッシュ時に運転される柏原神宮前方面からの折り返し列車が使用する。百九十四年までは二面三線の、 国鉄型配線であったが、この駅で上下線とも環球接続や特急退避を行っており複雑な運用形態だった。下り本線に降り普通、上り本線に下り急行、上り退避線に上り、準急が停車して、港内踏切を経由するもの,の下り列車の環球接続を行い、急行が出た直後に上り、特急が本線を通過するというダイヤが組まれていた。 当時の駅舎は、北川柏原神宮前寄りにあり、下り方面ホームとはスロープで、上り方面ホームとは、構内踏切で結ばれていた。五所線五所行きの列車は、南大阪線からの直通列車も含めて1.2番線から、発車するが、土休日早朝の始発列車に限り4番線から、発車している。近年における1日乗降人員の調査結果は、以下の通り、 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。周辺は、閑静な住宅街となっている。カツの市、コミュニティバスあたり、駅南口に、尺戸駅南口停留所が設置されている。この他山戸高田市、コミュニティバスハット ABCDEF 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手私鉄3号近畿日本鉄道に、朝日新聞出版。 週刊朝日百科2010年8月29日26から27ページ ISBN 978から4から02から34133から4平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります近畿日本鉄道 h t t p w w w k i n t e t s, <S u j p n e w s f i l e s i c c a r d 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 2 0 1 6年3月5日閲覧 ?abc 駅の情報赤道近畿日本鉄道2021年4月22日閲覧 駅形出時刻表尺と駅近畿日本鉄道近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号 p 7 0 p 8 7ハット a b c 近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号 P232P258P388P413 南大阪線1日上皇人員近畿日本鉄道奈良県統計年間 ありがとうございます。